1950FIFA ワールドカップ。1950FIFA ワールドカップは、1950年6月24日から7月16日にかけて、ブラジルで開催された第四回目の FIFA ワールドカップである。この大会は、唯一、決勝ラウンドもリーグ戦で開催された。第四回大会以後、FIFA が、初代会長、ジュールリメの会長就任25周年をた,たえて、 優勝杯がジュールリメ杯と公式に呼ばれることになった。出場選手は 1950FIFA ワールドカップ参加チームを参照。第二次世界大戦により、ワールドカップは1938年から中断されており、また、ヨーロッパの大部分が未だに復興途上であった。このため、唯一の立候補であり、欧州と違い戦争被害がなく、 また未開催となった1942年大会の開催地としてドイツと並び立候補した実績のあったブラジルが大会の開催権を得た。当初は16カ国の参加を想定、開催国のブラジルと前回大会優勝のイタリア以外は欧州から7、アメリカ州、北中米及び南米から6、アジアから1が選出される予定だったが、事態国が多発したため、 グループ配分が崩れ、グループ D のように2カ国で争ったところから、グループ A や B のように4カ国が争ったところまで、様々であった。インドは、インドネシア、フィリピン、ビルマ各国の参加拒否により、自動的に予選なしでアジア枠からの参加が決定していたものの、裸足での試合参加を FIFA に拒否されたという理由で、大会直前に参加を辞退したため、結果的にアジアからの、 本大会参加国はなかった。その後、1952年ヘルシンキオリンピックの後、サッカー競技規則第4条競技者の用具の項で、シューズ着用義務が各に規定されるようになった。このように長年にわたって、フィ f a に、裸足でのプレーを拒まれたため、インドが今大会を棄権したものと考えられてきたが、2011年のロサンゼルスタイムズ紙によると、一番の大きな理由は、 当時のインドにとってはオリンピックのみが重要で FIFA フフワールドカップの重要性を認識していなかった財政難のインドカー連盟 i f フがオリンピックに集中したかったためとあるもう一つの危険理由だったブラジルワールドカップの旅費も実際はワールドカップ組織委員会が大部分を負担すると約束していくことが分かっている南米各国も ブラジルサッカー協会との間に問題を抱えていたアルゼンチンサッカー協会が同国代表の参加を拒否。他にもエクアドルとペルーが参加を拒否したため、ウルグアイ、チリ、パラグアイ、ボリビアの4カ国が予選なしで自動的に参加決定となった。また、戦前に開催された大会で好成績を収めた国の中には1934年大会の 準優勝国チェコスロバキアや1938年大会の準優勝国ハンガリーなど戦後になりソビート連邦の影響で共産主義政権いわゆる鉄のカーテンに入った東ヨーロッパ各国もあったがこれらの国はソ連代表と補調を合わせ予選参加を拒否した連合王国を構成するイギリスの各サッカー協会が 大会の4年前に17年間の孤立からフィーファに復帰し、特例として1949年から1950年にかけて行われたブリティッシュホームチャンピオン史の1位と2位のチームが参加することとなった。1位がイングランド、2位がスコットランドであったが、スコットランドサッカー協会は優勝チームとしてでなければ参加を辞退すると事前に表明。 結果2位だったため協会会長が不参加を決定し、当時のスコットランド代表キャプテンが協会会長に本位するよう訴えたが認められず、辞退となった。トルコも参加を辞退した。インドと合わせた、この参加国の辞退に対し、フィファは欧州予選で出場国に次ぐ成績を上げていたフランス・ポルトガル・アイルランドに対して補充参加を要請したが、ポルトガル・アイルランドは辞退。 フランスは一旦参加を表明し、グループ D で試合をすることまで決まっていたものの結果、撤退した。フランスは4日間に 3500km も離れた都市を転戦しなければならないことを理由に参加を辞退した。広大なブラジル国内では飛行機移動が一般的なことを知らなかったからという。ただ、本当の理由は当時はフランス経済が困難な状況で、 さらに大会直前の練習試合で連敗したためと言われている。大会は13カ国、しかも1次リーグの3カ国数が2から4で、不揃いのまま行われることになった。ディフェンディングチャンピオンのイタリアは参加したものの、前年に発生したスペルガの悲劇の影響で、南米までの渡航に航空機ではなく、船舶を使用した。また、第二次世界大戦での敗北後、 連合国軍による占領下にあったドイツと日本は対戦中の1945年に両国サッカー協会が会費未払いなどの理由で除名され同大会の予選開始までに復帰できず事実上参加を拒否された当時フランス占領下にあったザール保護領現在のドイツザールラント州では1948年にが結成代表チームも組織されてはいたが 同協会のフィファ加盟が許可されたのは、ワールドカップ本大会開催の2週間前だったため、こちらも間に合わなかった。本大会の前には、各協会の主力チームを揃えたイギリス代表が、ヨーロッパ代表を親善試合で6対1で、破っており、イングランドは、全13カ国中唯一の初出場ながら、優勝候補の一つに数えられた。しかし、大会では一次リーグの2戦目で、 アメリカ合衆国に1対0で敗れると、続くスペイン戦にも1対0で敗れ、グループリーグで姿を消した。アメリカへの敗北は、当時のイギリスでは考えられないことであり、新聞に結果が記載されると、印刷ミスであるとして新聞社に、抗議の電話が殺到した。FIFA ワールドカップ史上最大の番狂わせ、世紀のアップセットと呼ばれている、口実。決勝は、 ノックアウト方式ではなく、再び総当たりのリーグ戦で行われた。これは、スタジアム建設に多額の投資を行った、ブラジルサッカー協会側からの試合数増加を狙った、提案に基づくもので、当初 FIFA フフは難色を示したものの、ブラジルサッカー協会が、この提案が拒否された場合大会の開催自体を、拒否するという脅しとも取れる、意思表示をしたため、 他に大体開催国のあてもなく、戦後初となる、ワールドカップをぜひとも復活させたかったフィファ側が折れた、形となった。一次リーグ各組で一位だった、ブラジル、スペイン、スウェーデン、ウルグアイの4チームが参加した。決勝リーグの最終節では2連勝のブラジルと、ウルグアイが対戦し、勝利したウルグアイが、第1回以来、イタリアと並ぶ2度目の優勝を果たした。 一方この最終戦で引き分け以上で優勝が決まっていたブラジルは逆転負けで優勝を逃し敗戦の瞬間には試合会場のマラカナンスタジアム内でショック死自殺で命を落とす人が続出し後にマラカナンの悲劇と呼ばれたブラジル代表はその後この敗戦のショックを払拭するためそれまでの白いユニフォームをかなりア色、黄色に変えるととなった ブラジル代表は60年以上が経過した今も、カナリア色を使用している。なお、結果的には、最終節の試合が事実上の決勝戦になったとは、いえ、現在に至るまで、トーナメント形式で決勝戦が行われなかった、唯一の大会となっている。以下の記述は、国際サッカー連盟、FIFA 公式 HP の記事、ザ・ミラクル・オブ・ベロ・ホリゾンテ、 ベロオリゾンテの奇跡と各種資料に基づく。FIFA 記事に基づく場合は、特に注釈は設けない。1950年6月29日、ベロオリゾンテのエスタジオセテでセテンブロで行われたグループリーグ第2組第2戦アメリカ対イングランド戦で、セミプロ数名以外、残りはアマチュアのアメリカが全員プロのイングランドを1の0で破った。 フィファワールドカップ史上最大の番狂わせ、ザ・ビニスト・アップセット・イン・ワールドカップ・ヒストリーと、フィファ公認で呼ばれていい、フィファ公式故障は、ザ・ミラクル・オブ・ベロ・ホリゾンテ、ベロ・オリゾンテの奇跡。2018年6月10日、アメリカのデータ会社グレイスの都社が、ワールドカップの各試合について、試合前の時点でデータに基づいて想定される両チームの勝利確率を算出した結果、 アメリカがイングランドに勝利する確率は最も低い9.5%で、この試合の結果は FIFA ワールドカップ史上最大の番狂わせ、ザ・ビ e ストア g e ッ t Upset in World Cup であることが、計算も確認された。アメリカ代表は、市民権を得る意思を持っていた外国人などを中心に、1930年と1934年の2回に、渡って代表セレクションを行っていた。 ハイチからアメリカ・ニューヨークのコロンビア大学に会計学を学ぶために留学し、ブルックリンのレストランで皿洗いのバイトをしながら学んでいたイングランドを破る決勝点を入れた選手はアメリカ代表のスコットランド人監督であるジェフリー・ビル。ジェフリー・ビル監督によって見出され、大会直前にアメリカ代表に加わった。なお、監督自身もアメリカ代表監督になったのは 今大会前であった。当時アメリカは36年間のプロリーグ断絶期間中でセミプロ数名、1試合わずか5ドル程度の報酬を除けば残りはアマチュアであり、イングランドサンブリーグからアメリカの選手が帰国すれば即アメリカ代表のレギュラーになれるというレベルだった。アメリカ代表の選手たちは学生や英国などからの移民選手たちが主であり、 その職業及び副業は、高校の体育教師、獣医師、町馬車の業者、郵便配達そしてレストランの皿洗い等であった。また、ハイチからの留学生、アメリカ代表キャプテンのエド・マキレニー、エド・マルベニー、ジョー・マーカ、ジョエ・マカの3人は当時アメリカ国籍はなかったが、アメリカ代表入りして、今大会で得点を挙げた。大会後の1950年12月2日に、 国際サッカー連盟、FIFA は聞き取り調査、ヒアリングを行ったが、市民権を得る意思を持っていたので、アメリカ代表に加えたと、アメリカサッカー連盟が説明し、選考は当時は間違っていなかったと、FIFA も自己承認している。当時のアメリカ代表選手たちは、人並み外れた体格から、ショットプッターズ、砲丸投げ選手たちと呼ばれていた。対するイングランド代表は、 全員プロ選手であった。ナイトに叙勲された名手スタンリー・マッシューズ、スタンレー・マッシューズ、後にイングランド代表監督としてイングランドをワールドカップ優勝を導いたアルフラムゼー、アルフラムジーラ世界的なスターを揃えた今でいう銀河系軍団であった。イングランドは第二次世界大戦前は毎年欧州大陸から強豪をホームに招いて親善試合を敷いたが、 一度も敗れたことがなく、第二次世界大戦後も、今大会のアメリカ戦の前までに23勝4敗3分で、ホームでは無敗という驚異的な戦績を誇っていた。大会前の準備も対照的であった。アメリカ代表が集合したのは、大会開幕の2週間前。数日間の合宿後、7便の飛行機を乗り継ぎ、3日間かけて移動し、疲れ切って、ブラジルに着いた。 対してイングランド代表は大西洋船でゆっくりと渡り体長10分の状態でブラジルに到着した中旅客機が大衆化するのは1960年代からである。両国の対戦前までにグループリーグ1次リーグの第1戦でアメリカはスペインに1の3で敗れたのに対してイングランドはチリに2の0で勝利していた。この結果を受け 試合前のオッズ、賭け率はアメリカの勝利は500倍となっていた。アメリカ代表のジェフリー・ビル、ジェフリー・ビル監督、スコットランド人も試合前のインタビューで勉強しに来ました。我々にチャンスはない、We have no chance と率直に答えるなど、イングランドの勝利は間違いないものだと思われていた。イングランドは初戦のチリ戦に続いて、 アメリカ戦でもスタンリー・マシューズを出場させず温存した当時のサッカールールでは公式戦での試合中の選手交代はできなかった認められるようになったのは1953年からで交代は負傷した場合のみで最大2名までであったただイングランドはマシューズがいなくても世界屈指のスター選手揃いだったブラジルの6月は冬だが 試合会場のベローリゾーンでは、とこはるといった気候。試合日、気温は27度で、湿気が多い日だった。アメリカのユニフォームは、白シャツに、紺のパンツで、イングランドは、青シャツ、白パンツであった。満員の観客たちは、イングランド代表のスターたちのプレーを見に来ていた。コイントスで勝ったイングランド代表がキックオフ。観客の声援に応え、 試合開始直後からイングランド代表が圧倒し、イングランドは前半12分までに6本もシュートを浴びせたが、2本がポストに当たり、残りは元プロ野球保守、キャッチャーであるアメリカ代表 GK、フランク・ボルギ、フランク・ボウジに防がれた。アメリカ代表 GK、フランク・ボルギは、この時5、6点の失点で試合が終われればいいのだがと思っていたという、前半25分。 アメリカ代表は最初のシュートを放ったが、イングランド代表 GK、バート・ウィリアムズ、バート・ウィリアムズが防いだ。その後も、イングランド代表は、前半30、31、32分と立て続けに、シュートに持ち込んだが、センターフォワードスタンモーテンン、スタンモーテンンの2本のシュートはクロスバーを越え、本職は、FW の右アウトサイドトム・フィニー、トム、フィニーの、 ヘディングシュートは GK、フランク・ボルギーに弾き出され、得点できずにいた。前半38分、アメリカに先制点が生まれる。平日は、高校の体育教師で、週末だけ試合でわずかな収入を得るセミプロのアメリカ代表 MF バー、ワルテル・バーがドリブルした後、ゴール前右側、アメリカ側から見て、右約20メートルの地点からシュートを放った。しかし、 シュートに力がなく、左、イングランド側から見て、左に動いたイングランド代表 GK、バート・ウィリアムズがキッチしようとした。だが、GK バートがキャッチする前に、長身のアメリカ代表が猛烈な勢いで走り込んで、大きくジャンプして、頭で触れた。このヘディングシュートは、ふわりと上がり、イングランドゴールに入った。満員の観客たちは、イングランドが一失点したことによって、逆に、 奮起したイングランド代表のスターたちにより、最終的にはアメリカにサッカーを教えることになる、FIFA 公式 HP の記事と期待した。観客の期待通り、イングランドは反撃を開始し、前半終了間際に、トム・フィニーがシュートに持ち込もうしたが、シュートを打つ前に前半終了の主審の笛が鳴った。後半も、イングランドの猛攻が続いた。 だがアメリカは反則覚悟の猛タックルで防いだ。若いアメリカは体力には自信を持っていた。後半9分、後半14分にはイングランド代表が決定機を掴んだが、後半14分のスタンモーテンセンの直接 FK は GK、フランク・ボルギのセーブに防がれる等で得点にならなかった。アメリカ代表の後半のシュートは後半29分に放ったシュートで、それが アメリカ代表の後半最初で最後のシュートだった。アメリカ代表はガエントスの得点と後西部ブを連発する頼りになる守護神 GK フランク・ボリュギの姿により試合前より自信を持ち勇敢にプレーできるようになっていった。イングランド代表が得点を取れないことに不満を抱いた観客たちはアメリカ代表の奮闘ぶりもあり、 アメリカ代表の応援を後半途中からするようになっていった。また、開催国ブラジルでのブラジル初優勝を希望するブラジル人は途中から優勝候補の強豪イングランドの敗戦を願うようになっていった。後半37分、イングランド代表のスタンモーテン,センがペナルティエリア付近でアメリカ代表のチャーリーコロンボ、チャーリーコロンボのモータックル、フィファ記事によれば サッカーというより、ラグビーのタックルだったというにより倒され、主審の笛が鳴ったが、ペナルティーキック、PK ではなく、主審は、フリーキック、FK を与えた。ペナルティエリア外の反則という判定だった。その FK からイングランド代表のジミー・マレン、ジミー・マランが、ヘディングシュートを放ったが、アメリカ代表 GK、フランク・ボルギーが、指先で、玉出し決定機を防いだ。結局、 イングランドはゴールを奪えず、アメリカに、歴史的な完封負けを喫した。この試合は、FIFA フフワールドカップ史上最大の番狂わせ、ザ・ビニストアップセットワールドカップヒストリー、FIFA フフ公認の故障、あるいは、サッカー史上最大の番狂わせ、世紀のアップセットと呼ばれた。地元、ブラジル人観客はグランドになだれ込み、主君のお方に担ぎ上げた。戦術の通り、 地元開催での初優勝を希望するブラジル人は途中からイングランドの敗戦を願っていたためとも言われていい。この試合の実際の映像は FIFA 公式動画 USA Shock イングランドイン1950ザ・ミラクルオングラス1950年にアメリカがイングランドに衝撃を与える芝生の奇跡でいくつか主張することができトム・フィニーのヘディングシュートを アメリカ代表 GK、フランク・ボルギがセーブする場面やアメリカ代表のチャーリー・コロンボラの必死の守りなどの試合中のいくつかの局面や試合後がブラジル人観客に担ぎ上げられるシーンなどを見ることができる。試合後、アメリカ代表 DF、ハリー・カウフ、ハリー・キオは通常比較的早い時間帯での得点、相手にとっての失点では優れたチーム、 イングランドは敗退しない。試合前、私たちは0から2での敗戦なら満足していたし、勝とうとも思っていなかった。できる限り、最善を尽くすことのみ考えていたトム・ヨクの勝利である、ことをコメントした。一方、イングランド代表右、ウィンガー、アウトサイド、トム・フィニー、トム・フィーニーは前半数回、後半2回、イングランドのシュートがポストを叩いた。 アメリカ代表の得点は頭に当たって落ちた偶然の得点。今日は我々イングランドの日ではなかったのでプレーし続けるのを止めた。アメリカと100回対戦したら99回は楽勝できたとアメリカは偶然の勝利であるというコメントを残した。アメリカは大会に記者を一人しか送らず、その一人も有給休暇を使い自腹で取材に来ており、 その記事を掲載した新聞はアメリカの地元紙の一紙だけだったという。そのためサッカー通りのアメリカ人は誤報と思ったという。当時は TV 中継がない時代でイギリスでこの敗戦が報道されるとイギリス国民の誰もが誤報だと思ったという。新聞に結果が記載されると印刷ミスであるとして新聞社に抗議の電話が殺到し間違いと思い込んだ。 イギリス首都ロンドンのある新聞が10から0でイングランドが勝った1から0の1が10点のタイプミスでチームも逆にしたミスと解釈したと報じたほどだったアメリカ代表はこの大会以降 W 杯予選敗退が続き1990年イタリア大会まで40年間ワールドカップ本大会に出場することはなかった先日の通り 今大会後の1950年12月2日に国際サッカー連盟 FIFA はハイチからの留学生イングランドを破る決勝点を入れた選手アメリカ代表キャプテンのエド・マキレニーエド・ムシエレルベニージョー・マーカジョエ・マから3名のアメリカ代表今大会得点者が当時アメリカ国籍がなかったことについて聞き取り調査を行ったが市民権を得る意思を持っていたので アメリカ代表に加えたというアメリカサッカー連盟の説明を受けアメリカ代表に加えた選考は当時は間違っていなかったとフィファは事後承認したこの試合で前半38分に決勝点を決めたアメリカ代表のは結局アメリカ国籍を取得せずワールドカップ後はアメリカ代表としてはプレイしなかったワールドカップ後フランスに渡り フランスの二つのクラブでプレーした後、母国のハイチに帰った。そして次の1954年スイスワールドカップ北中米地区予選のハイチ代表に選ばれ、出場した。その後、引退し、ドライクリーニング屋を経営するようになった。ガエントスは、帰国したハイチで、悲劇的結末を迎えた。ガエントスは、 政治に興味がなかったが、1964年7月8日の朝、ハイチのデュバリエ大統領が発足させた秘密警察、トントン、マクートに逮捕令、フォートディマンシェ、フォートディマンシュ刑務所に投獄された。投獄2日目に目撃されたのを最後に、そのまま消息を絶った。1964年7月10日に死亡したと推測されているが、いまだに遺体も発見されていない。 デュバリエ政権下での3万人の犠牲者のうちの一人だと考えられている。なお、CIA に所属していたとの話もあるが、真相は定かではない。2005年には、この試合を題材に、ジェラルド・バトラー・イン・ザ・ゲイ・オブ・ライブズという題で映画化された。この映画では、当時のアメリカ代表選手4人がラストで出演している。イングランド代表は、 屈辱的な敗戦であるアメリカ戦の青いユニホームを二度と着用しようとはしなかった。イングランドでは今でもこの敗戦はイングランドサッカー最大の恥とされている。試合開始日時はすべて現地時間アトックマイナス3。試合開始日時はすべて現地時間アトックマイナス3。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。